ダビデ・レベリンは、イタリアのベネト州、ベローナ県のサンボニファーチョ出身の、自転車プロロードレース選手。ダビデ・レベリン、ダビデ・レベリンという日本語表記も見受けられる。1992年プロデビュー。30歳を超えてから実力を発揮するようになった、遅咲きのクラシックハンターであり、2004年のアルデンヌクラシック3連勝など数々の、 クラシックレースで好成績を収めている。アマチュア時代の1992年に開催されたバルセロナオリンピックの個人ロードレースにも出場経験があり、同年にプロ転向しかし以後は目立った成績を上げることなく、年月を過ごしていく。1996年、ジロでイタリアで第7ステージで、区間優勝を上げるとともに暫定首位に立ち、 第13ステージで、パベルトンコフに奪われるまで、マリア・ローザを保持。1997年、クラシカ・サンセバスティアンとチューリー・ヒ選手権を制覇し、一躍注目を浴びるようになる。1998年は、特別に目立つ結果を残せなかったが、1999年と2000年には、イタリアで開催される真夏のセミクラシックのトレバ・リ・バレジーネを連覇した。 そして2001年には、ティレーノ・アドリアティコで、総合優勝。同年の6月10日から7月1日まで、UCI ロードワールドランキングスで1位の座を保つ、活躍を見せた。2004年、春のクラシックシーズン後半戦の、アムステルゴールドレース、フレッシュ・アロング・リエージュ・バストーニュ・リエージュで驚異の3連勝を果たし、アルデンヌクラシック完全制覇を達成。 2005年に創設された UCI プロツアーではダニーロディ・ルカ、トム・ボーネンに次いで UCI プロツアーランキング総合3位に入った。以後も多くのクラシックレースでたびたび上位に名を連ね、2007年には春のパリニースで総合2位。さらに3年ぶりにフレッシュワロンヌを制したほかアムステルゴールドレースでも2位に入りツールド・ロマンディ終了時点まで。 UCI プロツアーランキングでトップの座をキープ。最終的にカデル・エヴァンスに次ぐ総合第2位に輝いた。2008年にはパリ・ニースでリナルドのチェンティーニを3秒差でかわして総合優勝。前年の雪辱を果たした。またアルデンヌクラシックでも活躍し、リエージュ・バストーニュ・リエージュでは2位に入った。その後北京オリンピックのロードレースでも2位となり、 銀メダルを獲得している。2009年4月のクラシックレースで活躍。フレッシュはロングで優勝。リエージュ・バストーニュ・リエージュでは3位に入った。しかし4月29日、北京オリンピックの血液検査の結果、A サンプルでエポ陽性反応が検出され、以後出場保留状態が続いていた。そして同年11月18日、新検出法による再検査によって、 セラの使用が認定され、北京オリンピックの失格と、銀メダルの百奪が確定した。2010年6月30日、スポーツ仲裁裁判所は、レベリンの訴えを却下したため、以後出場停止となった。2011年5月3日、出場停止処分が明けたことから、コンチネンタルチームのミケ・グーエル・チョッティと契約。トレ・バリ・バレジーネとトロフェオ・メリンダで優勝した。 2013年は、ポーランドのコンチネンタルチーム、CCC、パルサット・ポルカウィズに所属している。その後、アルジェリアのコンチネンタルチームソブックにて、リーダーとして、若手の育成に努めていたが2019年2月に、突如契約を解除し、2012年に自身が、所属していたメリディアーナ仮面に復帰。同年6月のイタリアナショナルチャンピオンシップをもっての、 現役引退を表明した。しかし同レースで総合18位に入り手応えをつかんだのか、後に自らこれを撤回、2020年もハンガリーのプロコンチネンタルチームへ移籍しての現役続行を宣言した。2005年のドイツツアーでのタイムトライアルアップダウンのあるワンデーレースを得意とし、クラシックレースではエースとして果敢な走りを見せ上位に食い込む。また、 2008年のパリニースで総合優勝しているように4から7日程度の中規模ステージレースでも総合優勝争いで好成績を収めることができる。グランツールでは上りに強いことなどを活かしてアシスト的な役割を務めることが多い。出場するレースでは大崩れすることが少ないため年間を通してランキングで総合上位をキープできるのが強みである。 サイクリングタイム2009年4月30日付記事、持続性リスロポエチン受容体活性化剤の陽性反応が A サンプルの再検査で発覚。B サンプルでも陽性反応が出た場合、出場停止等の処分が行われることになる。 2009年11月18日朝日新聞長官、CAS リジェクツリベリン SAPPEL-CYCLINGNEWS.COM2010 年6月30日付記事。ありがとうございます。